リビア連絡調整グループは2011年にリビアで内戦が発生したことを受け同年3月29日にイギリスのロンドンにて開催されたリビアに関する国際会議にて設立された包括的組織である。これはリビアに対し国際的に協調して対処すること、またリビアと国際社会を結ぶ窓口を確保することなどを目的としている。日本の外務省では 英語表記をほぼそのままカタカナ表記にしたリビアコンタクトグループ会合をと呼称しており、日本のメディアでは連絡調整グループの他リビア連絡グループ、コンタクトグループとも呼ばれている。第1回目の協議は4月13日カタールのドーハで開催され、主催の同国とイギリスなど21カ国と6つの国際組織のほかリビア国民評議会のマフムードジブリール。 執行委員会委員長も参加した。議長声明において、リビア国民に対する支持を打ち出し、カッツアフィ政権による国民への暴力を即時、停止する、要要求。また、リビア国民評議会をリビアを代表する対話者と位置づけ、人道的支援を約束。カダフィ政権の正当性は失われたとした。一方で、反政府勢力に対する軍事支援に関しては、 意見が分かれ合意に至らなかった。第2回目会合は5月5日にイタリアのローマで開催され、改めてカダフィ政権による国民への暴力を即時に停止し、また退陣する要要求。リビア国民評議会の作成したロードマップを評価した。第3回目会合は6月9日にアブダビで開催され、国際的な意思統一の必要性が指摘されたほか、 アフリカ連合に役割を期待する意見も上がった。第4回目会合は7月15日にトルコのイスタンブールで開催され、議長声明においてリビア国民評議会をリビアにおける正当な統治当局として取り扱うと規定。第5回目の会合は第66回国際連合総会に合わせて9月にアメリカのニューヨークで開催される予定であるが、 8月20日以降のハンカダフィ勢力による首都トリポリへの構成が予想を上回る速度で展開し、首都がほぼ陥落状態になったことを受け、8月22日にフランスがパリで臨時会合を8月下旬に開催するよう提案。結局は8月25日にイスタンブールにて会合が行われ、復興支援についての話し合いが持たれたほか、 カタフィに対して投稿するよう呼びかけられた。第6回目にして、最後の会合は、ニコラ・サルコジが主導し、カタフィが政権を奪取してから42周年となる9月1日に、フランスのパリで開催された。これまでの連絡調整グループの枠組みを、さらに拡大させた会合リビアフレンズ会合である。この中でアメリカなどはさらに多くの国々、 国際機関によるリビア国民評議会の政府承認を求めたがアフリカ諸国の動きが決して芳しくないなどが指摘された。9月20日にはアメリカのニューヨークで半期分国際連合事務総長が主催するリビアハイレベル会合が行われた。出席国とオブザーバーは以下の通り国家、国際組織、地域組織の出展は 外務省による内容と評価のページにおける記載による参考文献の節も参照されたい。ありがとうございます。